魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。妖魔軍の前に人間は敗北を繰り返した。この絶望的な状況を覆すため残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖蛇を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑馬長、芝生、武田家半兵衛の3人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛けるか。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。
でかすぎるぜ。行くぞ。崖を飛び降り、容赦に迫るのだ。目を見張るばかりの勢い。できん。なあ、近づかずに攻撃するしかないのです。敵の情報を借りようです。下にも情報があるみたいだ。
元。与えてくれたもの、俺は絶対に諦めん。このままでは、俺の番だな。Hey!
増すだけだ。今は死ぬしかない。全員逃げろ。絶対だ。あがくがいい。敵将撃ち取ったぜ。
ば。皆様、ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ、今さら千人くらいで驚かないが。俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では到底かなうものではございませぬ。過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。話が唐突すぎてついていけないんだけど。満言を尽くしてもご理解は得られますまい。されば詳細をお見せしましょう。うん、文句なしの戦果だ。
ここは俺たちの陣地か。バカな、妖者に挑む際引き払ったはずだ。それがなぜここにある。俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った勝者なんだろう。本当に過去へ戻れるというのか。ならば俺は幼者出現の後、この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。その途上、医療の地で襲撃を受け、そして俺は一人生き延びてしまった。俺は仲間を救いたい。頼む、その時へ戻してくれ。承知いたしました。では行進にお進みください。